ケンド・ジャー・ランディは、アメリカ合衆国の情報処理技術者である。東アジア言語に関する情報処理を専門とする。1985年に、ウィスコンシン大学マディソン校で、言語学を専攻し、1987年に、バチェラー・オブ・アーツ。1988年に、マスター・オブ・アーツの学位を取得し、1994年に、アンドリュー・シラーの指導のもとで日本語の漢字の、 簡略化に関する論文プリスクリプティブ漢字、シンプリフィケーションで博士号を取得した。卒業前の1991年7月1日に Adobe Systems に入社し、CJKV 言語での情報処理のためのフォント開発とプログラミングに取り組んだ。2008年現在、Adobe Systems で上級計算機科学者として勤務している。 彼はこれらのトピックについて本を2冊執筆した。また、源の覚悟クの制作に携わった。2019年10月18日、アドビでの28年間の業績は終了した。彼は、アドビの代表として、ユニコードコンソーシアムに参加しており、CJK 統合漢字を専門としている。彼は、ユニコード企画のスタンダードアネックス11、イーストアジアンウィルス。 テクニカルスタンダード37ユニコード、イディオグラフィックバリエーションデータベース、スタンダードアネックス38ユニコード版データベース、スタンダードアネックス50ユニコードバーチカルテキスト、レイアウトの編集者である。彼はまた、漢字統合の取り組みを専門とする ISO、IECJTC1、SC2 ワーキンググループ WG2 の サブグループであるイディオグラフィックラブポーターグループのユニコード代表である。2018年9月、彼はインターナショナリゼーションユニコードコンファレンス42でブルドッグ賞を受賞した。彼は1985年に和名によるペンネームを小林健とした。小林は彼のバイキング由来の姓、ルンデが小さな森、または小立ちを意味することから付けられている。 小森ではなく、小林にした理由として、小林とカタカナで書いたランディが共に十一画であることと、スタートレックに登場する架空の観戦、小林丸の存在を挙げている。剣は彼の名、剣の当て字であり、その漢字は彼がナイフなどの刃物を愛好していることから選ばれた。ありがとうございます。